をなぞり歩くはずだったマーチカーが垂れ流れる山地も傷つけ行き先に不安定夜が膨らんで吸い込んで吐き出した誰かが落とした夢の商品さっと手に触れた甘いハイライト眩しすぎて見えない色私どこに映ってるの扉に淡く揺れたホテルございました。八雲一座の皆さんでした。それではここで総取りタイム。